こんにちは、チェフユナイテッド市原千葉レディース14番河村麻里、24番千野翔子、27番大山部下です。残り3節、負けられない試合が続きますが、チェフらしく走る戦うを前面に出し、勝ちにこだわっていきます。次節のホームゲーム、11月24日月曜日祝日13時より福田電子アリーナにてアイナック神戸レオネッサ戦が行われます。最終戦しっかり勝ち切りたいと思います。応援よろしくお願いします。また11月15日土曜日10時よりジェフレディース選手にチャレンジワンデーサッカースクールを稲城海浜公園球技場にて行います。参加対象は小学生女子、小学生1年生から3年生の男子です。参加費は無料、興味のある方はぜひチームのホームページをご覧ください。また皇后杯の組み合わせが決定しました。今年はユースチームが初めて出場権を獲得し、姉妹で皇后杯に挑みます。私たちジェフレディース U18 は1回戦11月29日14時より三重県鈴鹿市にて静岡産業大学岩田ボニータと対戦します。初の本大会なのでなでしこチームに負けないよう頑張ります。私たちジェフレディースは12月14日14時より静岡県藤枝市にて3回戦から参戦します。1月1日の決勝戦まで残れるようチーム一丸となって頑張りますので応援よろしくお願いします。